新型コロナウイルスの感染が拡大している中国の農村部で2万人が一斉に集団隔離施設に移送されました。今年に入り533人の感染が確認された河北省の石家荘市では、すでに都市封鎖され全市民1100万人に対する PCR 検査も実施されています。特に感染者が集中していた農村部では11日までに住民2万人がバスなどを使ってホテルなどの集団隔離施設に移送されました。河北省や隣接する遼寧省では今月予定されていた地方議会にあたる人民代表大会の延期も発表されるなど、感染拡大への警戒が高まっています。